皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。またもや新しいギターを買っちまったぜ、わーっていう機材紹介動画というよりも単なる雑談動画って感じなんですけども、そんな動画でございます。もしよければお時間ある時のほほんとお付き合いいただけましたら幸いでございます。どんなギターを買ったかと申しますと、こちらババーン、私が近頃とてつもなく使わせていただいている気に入っているブランドバッカスのインペリアル24というモデルのギターでございます。インペリアル24イエーって、すごい直感というか、もうパッとした感じでいいです。あの楽器屋さんに行って新品でこれいくらで買えると思いますか？いくらで買えると思います本当にもう直感でパンツあいくらぐらいっていう、なんか本当に正直な、感想をコメントチャットに残していただけましたら幸いでございます。いくらで買えると思います？こちらインペリアル24。まあ、一応軽く説明させていただきますと、ネックはメープルネックなんですけども、ローステッドメープルってやつでございますね。ローステッドしてるわけでございますローストしてるわけでございますよ。もう炙ってんすよ、火炙りの毛でございますよ。普通のメープル指板ではなく、そのメープル指板をガーッとね、この炙ることによって、余分な水分、余分な油分が抜けることによって剛性が高まって、なおかつ音質もカラッと向上するよねみたいな感じの、音が良くなっちゃうぜ加工をしてくれてるわけでございます、ローステッドみたいな感じで。で、24フレットあるっていうのがまたこの大きな特徴でございますよね。これがあることによって加工の工程が増えるわけでございます。フレットが多いからね。で、やっぱこの特筆すべきなのはこのボディですよね。この、なんか鳥さんの目みたいな感じの、このつぶつぶイボイボみたいな感じ。これなんかあの、イバニーズのね、なんか高いギターとかによくなんか見るやつじゃないですか。なんかこの青いサンバースでこのつぶつぶみたいな。このトップ材が、バールポプラっていうらしいです。バールポプラが上にうっすら貼ってあって、下の方はこのマホガニが貼ってあるっていう、そんな感じのボディになってるんですけどね。もうパッと見なんかこの高級感あふれる感じはしませんか？高そうみたいな感じの。で、まあブリッジはね、トレモロユニットで、ピックアップが1、2、3個もついていて、で、なおかつ、ボリュームとトーンもついていて、5ウェイセレクタースイッチもついていると。そんな感じのギターでございます。インペリアル24。いくらだと思います？さあ、guess how much? ぶっちゃけどうぞ。ダダーン、答えを申しますと、実は、5、4、3、2、1、定価4万円。定価じゃなくて希望小売価格って言った方がいいかな。希望小売価格、4万円。だから、おそらく楽器屋さんに行って買おうとすると、3万6000円とか7000円とか、多分そのぐらいで売ってると思うんですよね。で、安い量販店とかに行けばね、多分3万円前半とかで買えると思います。で、中古とか行けばね、3万円とか全然切るような感じの、そんなエントリーモデル、エントリークラスの価格のギターなわけでございますよ。こんな見た目をしておいて。すごいよね。なんかもうそれだけですごい。で、僕実はこれ1年半以上前に買ってるので、僕はこれ実は新品で2万1000円で買ってます。値上がりをする前だったから。値上がりをする前だったから。ちょっとね、購入履歴見て、これいくらで買ったんだろうと思って調べてみたら、2万1000円で買ってましたね。なんか、ヤフーとか、なんかこう、ポチポチとか言ってたらね、ヤフー広告とか、なんかさね、なんか楽天かな、わかんないけど、なんか広告が出てきたんでしょうね。このギターがバーンつって2万1000円、わーみたいな感じで出てきて、これで2万1000円安い、買わなきゃみたいな感じで買ったような記憶があるんですけども、そんな感じのギターでございます。では皆様もですね、気に入っていただけましたら、3万円前半で買えると思いますので、頑張れば、よかったら、いろいろと音を鳴らしてみますので、聞いてみていただけたら幸いでございます。で、同じインペリアル24を持っている方に向けてですね、僕は買った時にこんな調整をしたよみたいな、そんな話もさせていただこうと思いますので、私と同じおソロのインペリアル24ユーザーの方は、ぜひ最後まで動画をご視聴いただけたら幸いでございます。よろしくお願いします。ガーン！思想環境インペリアル24から BB のケーブルでスパーク40に行きまして、スパーク40から MK4 っていうゼンハイザーのコンデンサーマイクを使って、ニーブの52411っていうちょっといいマイクプリアンプに行って、UCX2 で撮って、ダウに行ってゴニャゴニャってしてるっていう、そんな感じのあれでございます。よろしくお願いします。それでは鳴らしてみましょう。まずはアンプの方で何も味付けをしてない状態でございます。これギタースノート鳴らしてみましょう。こんな音です。行きます。
んな感じの音。まあすごい、まあなんかこの重箱の隅をつつくようなことを言えばですけどもね、やっぱりこの音の張りというかですね、ちょっとその1弦と6弦のこのこっちは音がさ太いけどさ、やっぱり1弦は細いから、まあ音量差が生まれてしまうよねみたいなところありますけども、でもこれはもうギターのポテンシャルうんぬんかんぬんじゃなくて、出力した先でまあプリアンプとかエフェクターとかコンプレッサーとかそういったものでこう持ち上げてね、音をバキッとさせてる要素とかね結構強いから、まあ生音でこんだけ出てれば十分じゃないかなって気がしますね。とりあえずスパーク40の方で、これはなんだろうな、なんかわかんないけど、なんかこのアンプのなんかシミュレーターを入れてみたいと思います。なんだろうこれ、フェンダー系かな、ちょっとわかんないけど、ブラック何がしデュオって書いてあります。フェンダー系かな？わお、ブリッドしたぜ。いいね。ハーフトーン行きましょう。今リアで弾いてますけども、リアとセンターのハーフトーン行きます。おう、いいんじゃない？センターとフロントのハーフ、おお、じゃない？とっても。でこの音に対してはフロントもいきましょうか。次だからフロントいきます。フロントの音、おお、こんな感じのサウンドでございます。いいじゃん。普通にいいじゃん。で、今アンプのシミュレートだけなんですけども、ここからじゃあコンプレッサーとかリバーブとかディレイとかちょっと入れてみましょうか。こんな感じで鳴らすともっとこうね、音に色気が。出てきました。リアで弾きます。リア。
普通にとってもとってもいいんじゃないですか。とってもとっても、うん、すごいな。フロントで弾いてみても結構この色気が、そうですね、ピックアップのこう高さ調整はちょっと必要だな。ちょっとなんかこう若干ね、こうね、なんかね、フロントのね、下のネジの、なんかこうね、ゴムかバネがないのかわかんないですけど、なんかね、戻ってきてくんないんですよね、これね。沈んだまま、ちょっと戻ってきてくれなくて、後でちょっとバネ入れなきゃなって感じなんですけど、ちょっとこれ開けてみたら、なんだろう。これはなんか、欠品とかなのかな、ちょっとわかんないけど、帰ってきてくれない。でもこんな音。こんな感じでございます。どうよ、すごいギターの音してるでしょう。カントしてるでしょう。今これクリーントーンにしてるんですけども、少しクランチ歪ませてみましょうか。2、クランチ。まずはリアのトーンからいってみましょう。全開にして。あ、全開じゃなかったこれ。こんな感じの音です。まあちょっと軽い歪みなんで、ちょっとなんかバッキングっぽく弾いてみましょうか。バッキングっぽく。バッキングっぽく。ピックが吹っ飛んだ。バッキングっぽい。何がし。8ビート。こんな感じの音です。いいじゃん、とても。さっきクリーントーンの時、僕はあれですね、トーン絞ってましたね。もっとこの、今、もう一回弾いてみるとすると、もっとバキッとするかもしれない。今これ、普通にクリーントーン。あ、全然もっとバキッとする。全然いいじゃない。
い。ちょっとリバーブ少し深いな、これ。ですわ、全然普通にもうバキッとしてめちゃめちゃいい感じですね。クランチで弾いててもなんかすごい、普通にこれは永遠に弾けるやつですね。こんな感じの音でございます。すいません、ちょっと普通に休んでちゃってすいません。こんな感じの音です。フロントでも少し弾いてみましょうか。クランチの状態でフロント。あーあー、ワン、ツー。今日はこういうコード進行の気分みたいでございます。ハーフトーンがめちゃめちゃ、この借り具合がめちゃめちゃ気持ちいい感じですね。なんかなんか音がこの近しい、なんだろう、このナインスとかの、こういうテンションで言うとなんかすごいエモさが際立つというか、
この音がすごく良い。ちょっとこの軽くボリュームを絞って。普通に、なんだろうな、ロックっぽく。みたいなことをしても、なんか普通にこの、なんつうんだ、恋のやつ。なんか2個ついてるやつ。なんだっけ。ハムバッカー、ハムバッカーのギターとちょっと違う感じのこのロックなテイスト、結構いいっすよね。みたいな感じ。めっちゃいい、すげえ一生遊べるぐらいの気持ちで楽しいぞこれは。まあ、こんな感じのクランチトークでございますよ。すいません、ちょっと単純に遊んでるだけになってしまった。ちょっとガッと歪ませてみましょう。ハイゲイン、これでリアで弾いてみるとどんな感じのサウンドでしょうか。やってみましょうか。アニソン風の何かもちろんなんかこのロックっぽくね、なんだろうな、皆さんが知ってるような曲、ちょっとこの、あ、ボリュームが絞られていた。でもやめだ、うまく弾けない。みたいなこともできるわけでございますね。普通にとっても良い。まあなんかこの過不足というかですね、まあちょっとこのなんだろうな、この合成が低いっていう感じなのかな。まあ正直なところ、そのある程度ギター弾く人だとやっぱね、パッと持った感じに、あ、これちょっと安いなっていうのはちょっとやっぱあります。これ何なんだろう、軽いからなのかな。なんかちょっとね、このね、なんだろう、手触り感というかね、そのしっくり感みたいなのがですね、結構ふわふわしてる感じなんですよね。なので、これが、例えばその、ね、なんか、僕がこのギター全く知らずに、誰かからですね、竹田さんこのギター35万したんだ、みたいな感じでこう、なんか言われてもね、嘘だろってちょっと普通に、これ35万で買ったら、この人マジで、
すごい騙されてるんじゃねえかなって普通に思っちゃうくらいの、まあちょっとそういう作りですけれども、でもこれが、ね、3万円とかで買えたら全然何の問題もねえって感じですよね。普通に初心者の人がですね、なんか24フレットとかも使うような、例えばこういう粉が、まあ、別に初心者の人がガスリ5番弾こうとは思わないと思うんですけどね。まあ、もしこういうのをやりたいなっていう人がですね、その、ある程度価格帯が安いところで、24フレットでそういうテクニカルのプレイとかもできるようなギター欲しいぜみたいな感じの方がいらっしゃったら、全然、1台目としては何の問題もない感じはしますね。こんな感じの音ですよ。なんか普通にパッと聞いててさ、なんか遜色なくない普通に、ああ、ギターだって感じの音がするかと思います。そんな出来でございますよ。こんな感じの音。ちょっと今、ノイズゲートを入れてるか。ちょっと軽くディレイ。多いね。ディレイとかリバーブとか、そしなんかこんなね、すごい。いいな。いいな。普通になんかいいな。なんかちょっとセッティング、これ撮影前にちょっとしたんですよ。で、した時にもですね、ああ、いいなーってこう、なんかちょっと弾いてたんですけど、なんか今のがなんか、いいな、なんか慣れてきたな、このギターに。なんか慣れてきてすごいぞ、なんかすごい手に馴染んできた感じがして、すげえテンション高まってきたぞ、すげえ面白いぞ、これは。そんな感じで、ちょっと、これ何分くらい喋ってるんだろう、まあいいや。多分長くなってきたので、そろそろじゃあ締めましょうか。そんな感じで、このね、バッカスというブランドのインペラル24というギターをですね、買ったよ、みたいな感じの、そんな感じの雑談動画でございました。まあ、楽器屋さんに行けばね、そこそこ売ってるような、そんなにマニアックな機種じゃないと思うので、もし見かけることがあったらですね、いろいろ試してみていただけたら幸いでございます。個人的にアンプをクランチの状態にして、このね、リアとセンターのこのハーフのトーンにした時はね、この枯れ具合がマジむちゃむちゃ好きですね。単音弾いてもいいし、カッティングしてもいいし、なんかこのサウンドが、すごいこのギターの中で一番なんかグッときたなって感じが、しますけども、皆様いかがだったでしょうか。まあ、ちょっとね、半分以上僕が遊んでるだけみたいな感じになっちゃいましたけども、まあ、もし何かご意見、ご感想とかね、ありましたらね、パパッと書いていただけましたら幸いでございます。それでは、最後に、ちょっくら、同じインペラル24ユーザーの方に向けて、ちょっくらこんなセッティングをしましたよみたいな話をさせていただきましょうかね。まあ、初心者向けの話ですよ。ギター買ったわけども、一回もメンテナンスしてないよとか、いろいろいじってみたいんだけども、調整してみたいんだけども、自分じゃわからないから、今まで手触ったことがない、やったことがないみたいな感じで、買ったけども、買ってから一回も、そういう調整とか何もしたことがない方に向けてこの辺触ってみたらっていう話をちょっとさせていただこうかなと思います。よろしくお願いします。とりあえず私このギターですね、届いて触ってみた時にですね、むちゃくちゃ弦高が高くて、すんごい弦高が高くて、まずその弦高をまず何とかしようっていうところからスタートしました。で、ロングスケールなので、まあ弦をね、まず速攻張り替えたんですけども、弦はですね、ちゃんといいやつ使った方がいいですよ。もしくは安いやつを使ったとしてもね、ちゃんと定期的に交換した方がいいです。これは本当初心者の方にですね、もうめちゃめちゃ口を酸っぱく、していたいです。まさか買った時に貼ってあった弦を未だに3ヶ月、4ヶ月、1年とか使ってるよって方いらっしゃいませんよね。もう買った時についてきた弦は正直なところもう劣化している可能性がすごく高いので、速攻交換しましょう。
で、大きく分けて原っていうのは非コーティング原、コーティングしてない原とコーティング原っていうのがあるんですけども、個人的にコーティング原のエリクサってものがすごい好きで、僕はエリクサってものを使ってます。で、このギターに関してはエリクサのなんか緑色いやつの1046っていうちょっと太いやつを貼ってます。まあそれを貼った理由はいろいろあるんですけども、まあ単純にエリクサはすごくおすすめだよということで、エリクサを使ってない方はですね、2ヶ月に1回、少なくとも2ヶ月に1回、早ければ1ヶ月に1回ずつ弦交換をしましょう。そうするだけで全然弾きやすさが変わってくるので、弦交換をこまめにするということをですね、ぜひ念頭に置いていただけたら幸いでございます。コーティング弦の方は、そうですね、半年ぐらいですかね、半年に1回ぐらい変えれば十分かと思います。結構ね、1、2、3弦とかさ、この辺の弦がさ、もう黒ずんでる方っていませんか？ちょっと錆びてきてるなとか、くすんでるなとかっていう方。もうね、黒ずんできたらですね、もう交換の時期だと思ってください。で、1本だけとか2本だけとか変わりずに、もう全部変えてください。もうね、全然指触りとかね、肌触りというかですね、この滑りとか、あと音質とか弾きやすさとか、あとフレットに対するダメージとか、全然変わってくるので、こまめに弦交換すること、これはまず覚えてくださいませ。で、その次にやっていただきたいこととしては、このサドルですね。サドル。あれ、そういえばネジどっか行っちゃったな。買った時にですね、ちっちゃい六角レンチっていうんですけども、なんかついてませんでした？なんかカクカクしてる綿棒みたいなやつ、こんな感じのやつ。こんな感じのやつですね、このサドルっていうパーツについてで、この芋ネジというネジを回します。どのくらい回せばいいかはですね、すごい好みにもよるし、状態にもよるから何とも言えないんだけども、なんか引きづらいなと思ったらですね、とりあえず下げてみる。とりあえず下げてみる。これ下げてみて、下げすぎたと思ったら元に戻せるんで、とりあえず下げる前に1枚ちょっと写真をペッと撮って、いろんな角度から、ここら辺から、この辺から、この辺からみたいな感じで4枚ぐらいですね、その写真を撮っておきましょう。で、その写真を元に元通りに戻せばですね、やりすぎたとしてもまたこう、ね、復旧できるので、写真を撮ったらいろいろといじってみることをすごくお勧めします。で、いじるときはですね、まずこの片方の芋ネジ、例えばその6弦を調整するとしましょう。6弦に芋ネジが2つついてます。片方の芋ネジを、そうですね、まあ、1回転、2回転しならば、もう片方の芋ネジも1回転、2回転すると。そうすると、チューニングが大幅に変わるので、その状態で1回チューニングをしましょう。E に。で、チューニングをし終わったらこれです。1フレットずつ音が出るかをチェックしてください。こんな感じで。で、こんな感じでやってるとですね、下げすぎた時に、こういう音程がなくて、この音がするんです。こんな感じの音。この、ベーン、ベーン、ベーンっていう音程が全くない、まあ、パス。パスってだけの音。この音が出たら、下げすぎです。アウト！で、その音が出る手前も、このね、ビビるって言い方するんですけども、ちょっとこうビビビと音するじゃないですか、ビビビって音。そのピッキングした時のビヨヨヨヨンって音、ビヨヨヨンビヨヨヨン、この音ビビるって言い方するんですけども、ビビる音がすごい嫌いな方はこれでもアウトっていう風に言う人もいますけども、これは気にならなければ、この状態でも別に OK。 僕全然気にならないから、結構ビビっても気にせずに使ってしまっております。こんなのを何本も何本もやっていくと、6弦終わったら次5弦、芋ネジをちょっと1回で2回転して2本とも下げて、で1個1個見てって、で音が出ないとこが出てきたらアウト。まあ全部音が出るようで、もうちょっと下げてもいいかなと思ったら、もう半回転とか1回転とか下げてみて、また調整をしてみると。で、そんな感じ、1時間2時間とかかかると思うんですけれども、まあある程度ね、調整をしっかりして、でもう一回1弦までやったら6弦からまた同じように繰り返してみたいな感じだったりとかすると、結構ガッとね、弦高下げられると思うんで、まあ、めちゃめちゃ弾きやすい状態が作れるかと思います。で、下げすぎるとね、その音の腰がなくなってしまったりとかして、弊害はたくさんあるんですけれども、まあそれに弾きながら、なんかもうちょっとこの弦高を上げて音に、ね、張りを出させてみようかなとかって、もうちょっとこう下げてみて弾きやすさ重視してみようかなみたいな感じで、もうね、事細かにこうね、調整しながらね、自分の好みに近づけていくってことが大事なので、
一回調整をしたからといって完成というわけではなく、ギターの状態も変わりますから、弾いてるときにですね、何か思うことがあったら、こまめに自分でね、あ、こうしようかな、ああしようかな、みたいな感じでいじったりとかすると、弾きやすい状態を作ることができるし、あと弾いてて楽しくなるし、あと楽器に対する愛着とかも湧いたりとかしてくると思うので、イモネジを使っていろいろと調整をするというのでですね、ぜひチャレンジをしていただけたら幸いでございます。で、もっとさらに細かいところへ行くとすると、このネックのね、このトラスロットっていうネジを回すっていう作業もあったりとかするんですが、これはね、下手すると、壊す可能性がちょっとあるので、初心者の方にはお勧めしません。やってみたい方は全然やってみていただいていいんですけども、ちょっと元通りにするのが大変なので、ここはあんまり手をつけない方がいいかなって感じはします。でもサドルに関しては写真撮っておけばね、いつでも戻せるから。ここに関してはどんどんチャレンジをしてみたら面白いんじゃないかなというところでございます。そんな感じで私は結構弦高を下げるという調整をしました。それですごく弾きやすくなって、これ。24フレットのギターで弾いたことがないからなんか慣れない。こんな感じの、弾きやすさでございます。イエイ。そんな感じでだいぶ動画がなくなりましたけども、以上とさせていただきましょうか。以上がまあ今回のバッカスさんのインペリアル24というギターの紹介でございました。バーン、いかがだったでしょうか。まあ3万円台で買えるギターとしてはまあ超絶上出来って感じですよね。普通にすげえですよね。まあね、楽器屋さんで見かける機会あったらぜひ触ってみてくださいませ。なかなかに衝撃を受けると思うので。で、買ってみたらですね、さっき話をしたそのイモネージの調節、その辺とかも踏まえていろいろ調整をしていただけたら幸いでございます。そんな感じでございましょうか。あとはまあね、おのおのいろいろといじったりとかして楽しんでいきましょう。そんな感じで、今日の雑談動画を終わりにさせていただこうと思います。最後まで動画のご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。そして、最後にちょっと一つお知らせをさせてくださいませ。私、萩沢勝成、神奈川県は相模原市というところでギターレッスンなどをさせていただいております。まあ、こういう調整のことでも、ギターレッスンの、そのね、テクニックのことでも、まあ、何でもね、相談に乗りますよ、みたいな感じのマンツーマンレッスンでございますので、もしよければご検討いただけたら幸いでございます。スカイプもやっておりますので、遠方の方でも安心だぜっていう感じでございます。興味がある方は、ぜひ概要欄の方から、その LINE の登録をしていただけたら幸いでございます。よろしくお願いします。それでは、何分？うわ、40分、最悪だ。ぶつけちゃった。そんな状況に続きましょう。今日も時間泥棒大変に失礼いたしました。それでは、違うところでお会いしましょう。さよなら、グッバイ。滝沢勝成でした。じゃあね。あれ、そんな長いか。すごいな。